おはよ。おはようさんのチューはいらんかの。あ、ユーリ、もう大丈夫ですか？はあ、お前らこそ大丈夫なのか。ええ、とりあえずは。俺ら砂漠でぶっ倒れたよな。それがなんで町にいるんだ。誰かが助けてくれたようだけれど。誰だかわからないんです。あんな砂砂なところを通りがかってうちら全員を助けるような奇特なやつは誰かの。見つけ出してお礼しないとね。助けた夫婦は私たちと一緒に町に連れてこられたみたいです。見たいってことはあの二人も命の恩人は見てないのか。彼らも気を失っていたようね。今あの二人街を見て回ってると思うわ。そういえばあれは幻だったのかな。何のことです？いや、気を失う前にカドスでエアルの暴走を収めたあのでっかい魔物を見たんだけど。本当ですか？まあ、見てないのかエステル。うん、私は見てません。だとするときっとその魔物が助けてくれたのじゃ。多分魔物が私たちを。まさか幻か。でここはどこでなんて町なんだ。それは優しいおじさんが調べてくれているわ。優しい。ああ、おっさんね。結界がない、変な町。砂漠の巨山部は無人地帯だって聞いたことがあるんだけどな。リタ、カロル、こっちです。それは？さっき砂漠で襲ってきた魔物が落としていったみたいです。あの魔物に羽なんてなかったけど。フェローの羽ね、それ。でもどうしてフェローの羽をさっきの魔物が。さあ、わからないことばっかだね。お帰りなさい。なんで俺が調べに行かなきゃなんないの。私が行っちゃうとあなたとエステルたちを置いていくことになるでしょ。それは危ないもの。危ないって俺様が。さあどうかしら。変なの。まあ危ないおっさんでも結構だけど。どうやらここが用務源って町らしいぜ。幽霊船の日記にあったあれ。え、ここが魔物を退けるためにクリアシエルが必要っていう町。なるほど、この町結界ないものね。だから魔物を退ける方法ってのを探しておったのじゃな。でもあれは千年も前の話でしょ。ああ、それに結界なしで暮らしてるなんて妙だ。そうだよね。じゃ町の人にクリアシエルの箱を見せて話を聞いてみてはどう。そうですね、フェローについても何か聞けるかもしれません。だな。その箱、この箱について何かご存知なんですか。その箱はロンチーの持っていた。それをどこで。アーセルム号って船ですよ、美しい方。知ってるのかい。ええ、あなた方アーセルム号をご存知なんですか。ええ、偶然海で見つけて。ロンチーに会いませんでしたか。ん、ロンチーってどちらさん。あ、私の恋人の名前です。すみません、突然で。恋人。ちぇ、カロル君、交代。まったく。僕たちが見たのはその船の方だけなんだ。そうですか。
あなたの名前を聞いてもいいかしら。私はユイファンと言います。アーセルム号の日記にあった名前ですね。同じ名前の子孫かな。あんたクリアシエルって知ってるか。魔物を退けるものらしいんだけど。結界を作るために必要なものだと坂人様がおっしゃっていました。まさかその箱の中に。はい、私たち届けに来たんです。そうだったんですか。その鍵、まさか。箱を貸してもらえますか。うわぁ、これがもしかしてクリアシエルみたいね。ピカピカキラキラ、海面で瞬く夜光虫よりも綺麗なお宝なのじゃ。で、さっき言ってた坂人様って誰のことよ。坂人様は砂漠の向こうからいらしたクリティア族の偉いお方です。クリティア族の？結界を作るってことはブラスティアを作るってことよね。ブラスティア？さあ。でも今の技術じゃブラスティア作れないでしょ。それを作るやつがいるの。見たでしょ、エフミドやカルボクラムで。その坂人様とやらがあのめちゃくちゃな術式のブラスティア作ったやつじゃないでしょうね。ごめんなさい、私よくわからないんです。とにかく結界を作るためにクリアシエルが必要だって坂人様がおっしゃって、それを探しにロンチーは旅に出て、もう3年にもなります。3年ね、そりゃ心配するわな。なんかいろいろ話がおかしくない？なんだか話が噛み合ってませんね。千年の間違いじゃないん？それじゃあ彼女何歳？3年前にも千年前と同じことがあったのじゃ。多分歴史は繰り返すとは言うけど、それはどうよ。その坂人様、この町にいるのでしょ。どこにいるのかしら。町の一番奥の家に。坂人様という人に話を聞いた方が早いと思うけれど。そうかもですね。それじゃあクリアシエルを坂人様のところに持って行っていただけますか。ええ、もちろん。じゃあすいません、お願いします。じゃあ行ってみよう。邪魔するぜ。え、この人が？あんたは誰なのじゃ。ここに来るまで何度か会ったってだけだよ。お前たちどうやってここへ来た。どうやってって、足で歩いて砂漠を越えてだよ。なるほど。だが一体、いや、ここに何をしに来た。こいつについてちょっとな。わざわざ悪いことをした。いや、ま、成り行きだしな。そうか。だとするなら奇跡だな。あんた、シルトブラスティア作るって言ってるそうじゃない。坂人気取るのもいいけど、ブラスティアを作るのはやめなさい。そんなコアじゃない怪しいもの使ってシルトブラスティアを作るなんて。コアではないが、コアと同じエアルの塊だ。術式が刻まれていないだけのこと。術式が刻まれていないコア？どういうこと？一般的にはアパティアと呼ばれている。クリアシエルはその一つだ。これがアパティア？おっさんが探してるお宝かの。それに坂人は私ではない。かの者はもう死んだ。そりゃ困ったな。そしたらそいつあんたには渡せねえんだけど。
そうだな。私には、そして人の世にも必要ないものだ。何すんの？待て待て待て！これ、ケーブモックで見た現象と同じ。あっちゃー、せっかくのアパティアを。アパティアは人の世に混乱をもたらす。エアルに返した方がいい。エアルに返す？今の本当にそれだけ？おいおい、だからって壊すことはねえだろう。せっかくのお宝に乱暴なことをする御仁なのじゃ。クリアシエルは、いえ、アパティアはこの町を魔物から救うために必要なものだったんじゃないんです？この町に結界も救いも不要だ。ここは悠久の平穏が約束されているのだから。確かにのどかなとこだけどな。でもフェローのような魔物も近くにいるんですよ。なぜフェローのことを知っている？そりゃこっちのセリフだ。あんたも知ってんだな。知っていることを教えてくれませんか？私、フェローに忌まわしき毒だと言われました。なるほど。何か知ってるんですね。この世界にはエンテレケイアが忌み嫌う力の使い手がいる。それが私？その力の使い手を満月の子という。満月の子って伝承の？もしかしてエンテレケイアっていうのはフェローのことですか？その通りだ。どうしてそのエンテレケイアは私を、満月の子を嫌うんです？エンテレケイアが忌み嫌う満月の子の力って何のことですか？真意はエンテレケイア本人の心の内。エンテレケイアに直接聞くしかそれを知る方法はない。やっぱりフェローに会って直接聞くしかないってことですか？フェローに会ったところで満月の子は消されるだけ。愚かなことはやめるがいい。でも、エステル、もうやめとこ。ねえ、エンテレケイアって前にルインズゲートのラーギー、イエガーも言ってたよね。ノードポリカを作った古い一族だっけ？フェローがノードポリカを？そんなわけないじゃない。立ち去れ。もはやここには用はなかろう。待って、私もあんたに聞きたいことがある。エアルクレーネであんた何してたの？あんた何者よ？その件は何？お前たちに理解できることではない。また理解も求める。去れ。もはや語ることはない。ちょ、何よそれ。リータ。私たちを助けてくれたのデュークかもしれませんね。どうだろうな。私、お礼を言ってきます。やめとけ。そういうの柄じゃねえだろ、あいつも。そうでしょうか。ああ、多分な。あいつの言ってた満月の子って前に言ってたリリの赤星の妹だよな。ええ、地上満つる黄金の光放つ女神、君の名は満月の子。兄リリの赤星は空より我らを見る。君は地上に残り、堅固なる大地を未来永劫見守る。それなんか意味あるの？わかりません。でもただの伝承ではないのかもしれません。地上に残り、大地を見守る、ね。大地を見守るっていうのは、この世界を支配するってこと？じゃあ、皇帝になる人ってこと？エステルが満月の子なら、それで辻褄が合わない？だとすると、代々の皇帝はみんなフェローに狙われるわな。
そんな話は聞いたことないです。なんか難しい話になっとるみたいじゃの。そうね、パティちゃんにはちょっと難しい話かもね。おっさんにも難しい話じゃの。後であなたにリタがゆっくり話してくれるわ。あ、私？今はこれからどうするかを決めた方がいいんじゃない？私はこの町に残る。調べたいことがあるから。調べたいことです？クリアシエル、アパティアのこととかいろいろ。正確にはここにいるあいつに聞きたいことがあるの。あんたらが帰るのなら私はここでお別れね。え？そう、残念。砂漠一人で大変だと思うけど頑張って。あ、そっか、砂漠越えないとダメなんだった。調べ物の間ぐらい俺らもいていいんでない？アパティアのことは俺も興味あるし。また砂漠へ行くならのんびりと準備でもするのじゃ。もう行き倒れは勘弁なのじゃ。そうだな、出発は明日にするか。リタ、一日あればいいだろ。ええ、十分よ。あ、ありがとう。一応礼言っとく。どういたしまして。じゃあ明日の朝町の出口集合な。うん、わかった。おっさん、先にノードポリカへ行ってもいいぜ。おう、ワゴード。なんだよ、おっさんは邪魔か？ちげえよ。俺らの都合で新月が過ぎて書状を渡せなくなったら困るだろう。なんだよ、俺様にそんな気使わなくていいのに。それまたちげえってろ。ブレイブベスペリアのせいでアルトスクの仕事が滞ったらドンに申し訳が立たねえ。なんだそんなこと、ワコードが心配すんなって。俺はブレイブベスペリアの信頼問題だ、分かってんだろ。新月まであともう少し時間があるわよ、大丈夫だって。本当かよ。それに嫌よ、一人であの砂漠と洞窟帰るの。もし俺が途中で化け物どもに殺されて書状が届かなかったりしたら、その方がブレイブベスペリアの信頼問題に関わんないかい？そん時は俺がちゃんと骨と書状を拾って届けてやるよ。それはまた親切な。はい。それじゃあ、まあ俺らのせいで渡せなかったって言われても筋違いってことで。オッケー、オッケー。結局僕たちフェロを見つけられずじまいだったね。ギルドとしての初仕事は惨敗ってところかな。どうする、ダングレストに戻るか？その方がいいかも。でもユーリはそれでいいの？エステルは？俺はそれでもいいぜ。エステルは、エステルのことはエステル自身が答えを出すさ。そう。それにしてもここって穏やかな街だな。え、そうだね。ギルドも帝国もない、なんとなくおかしな町。でもなんとなく落ち着けるところだな。そうだね。でも僕はやっぱりダングレストがいいな。誰だってそうだ、生まれ育った場所がいいに決まってる。やっぱりユリも？まあそうだな。でもブレイブベスペリアで一緒に活動するなら本拠地はどこか一つに絞らないとね。新しく作るっていう手もあるぜ。新しく？そうだ、ダングレストはユニオンの街とは言ってるが実質アルトスクの街だろ。あれと同じだ、俺たちブレイブベスペリアの街を作るんだ。ブレイブベスペリアの、うん、いいねそれ。まいずれだぜ。その前にギルドとしていろいろやんなきゃいけないことはたくさんあるからな。うん、そういえばノードポリカもパレストラーレの町だよね。ああ、そういう意味ではあそこの町の方が
ダングレストよりもギルドの町っぽいな。そうだね、ベリウスが町を治めてる感じだし、ノードポリカか、町の支配者、ギルドのドーチェ。ベリウスってどんな人なんだろう。ペローには会えなかったか。でも貴重なお話は聞けました。満月の子、そしてエンテレケア。けど新しく分かったのはその言葉だけ。狙われる理由はフェローに直接聞かないとダメっぽいな。でもあの人も言ってました。フェローのところへ行っても消されるだけだって。そうなると真実は知りようがないか。こんなんじゃまるで誰かにこれ以上何もするなって言われてるみたいです。まさかな。もしかしたら、ん？私が知ろうとしているのは知らなくてもいいことなんじゃないでしょうか。なんだ突然。もしあの時仮にユーリと出会うことなくあのままお城で暮らしていたとしたら、満月の子とかエンテレケイアとかそんなことを知らないままに私は生きてたのかもって。だったら今のままでも自分の狙われた理由なんて知らなくても生きていけるんじゃないかって。だからこのままテートに戻ろうってか。それも一つの選択肢だと思います。エステルがそうしたいんなら別に止める理由はないぜ。ユーリ、もう俺たちとの契約は解除されたんだからさ。そうですね。ただ俺は仮にって話はあんま好きじゃねえな。現実じゃねえから。それに知っちまったことを知らないふりしてやり過ごすって器用な真似もできないしな。それができるんなら俺がどうこういう問題でもないんだけど。私だってそんなことできないです。でもこんな状況で何をどうすればいいのか。私には本当のことを知りたい。けどどうすればいいかわからない。そういうことでいいんだな。はい、わかった。おでん食うか。それうまいのか。食ってみるといいのじゃ。うちのじいちゃん秘伝の料理なのじゃ。秘伝のってお前記憶がなかったんじゃないのか。アイフリードのことなら何でも知ってるぞ。いろいろと調べて回ったからな。その時にうちがパティって名前だと教えてくれた人がアイフリードだと知ったのじゃ。アイフリードがお前の名前を。じゃその時のことがうちにとっての一番古い記憶なのじゃ。ふん。あの時の優しい眼差しを思い出しただけでうちはすごく温かい気持ちになれるのじゃ。じいちゃんかどうか本当のところはわからん。でもうちにとってはそうとしか思えんくらい大切な人だった気がするのじゃ。なるほどな。でもその名前は隠しといた方が賢明だったかもな。じゃあのー、でももう慣れっこか。じゃあの、少々嫌なことがあってもなんてことないのじゃ。辛くても泣かないだっけか。でも理屈では分かっても感情ってのは黙ってくれてないぜ。岩場でじっとしておる保護色の石ガレーよりうちは我慢強いのじゃ。そっか。でもせっかくの情報源にもそっぽを向かれちまったな。何、なんとかなる。明日は明日の風が吹く、なるようになれなのじゃ。とにかく腹がすくから悲しい気持ちになるのじゃ。うまいな。うん、当然なのじゃ。これ以上お前に話すことはない。
追わないのか。無駄よ、あいつ話す気ゼロだから。全くの無駄足だったか。まあ無駄足ってこともないわ。アパティア？エアルクレーネが暴走した時、ラーギーが、いや、イエーガーか、あの箱を持ってた。私の魔術が暴走した時もそう。その箱の中身がアパティアだったってことは。アパティアがエアルクレーネの暴走を招いてるってことか。結果から推測するとそうも考えられるわ。それじゃあヘリオードのブラスティアが暴走した時、近くにアパティアがあったってことか。それにケーブモックのエアルクレーネの時もだな。近くにあったのかもしれない。あるいはアパティアが少しずつ世界全体のエアルクレーネにダメージを与えてって、その大きくなった歪みが出ただけかもしれない。なるほど。全部当て推量に過ぎないけど、でも当たってるかもしれない。ずいぶん曖昧だな。推測と実験を繰り返して科学は真実へと近づいていく、そんなもんよ。まあいいわ、これでなんとかするわ。どうする気だ。推測の次は実験よ。ジュディっていつもフラフラとどこかへ行ってるな。もともと落ち着きがないのね、きっと。そりゃ意外だな。あなたこそいつもフラフラとどこかへ出て行こうとしてるわ。俺も落ち着きがないんだろうな。意外でもないかしら。バウルと一緒にフラフラしてた時の癖が出るのかもしれないわね。ああ、あの変な白い鎧着てた時の。ええ、一人でフェルを探しに行くつもり？行かないよ。あら、じゃあどこ行くつもりだったの？単なる散歩だよ。あらそう。なんかいつもこんなんじゃないか。気のせいよ、きっと。遅えぞ。わりわり、あんたらも帰るんだな。おかげさまで体力も回復しましたし、もし砂漠を越えられるのなら皆さんとご一緒しようかと。じゃ、はぐれないようにね。で、僕たちはこれからどうする？私はカドスの喉笛のエアルクレーネに行くわ。エンテレケイヤも気になるけどね。俺様はベリウスに手紙を渡さないとな。僕もベリウスに会ってみたい。ドンと双璧と言われるギルドの同志がどんな人なのか知りたいよ。ベリウス？そう、ノードポリカを治めるパレストラーレの一番偉い人、ドーチェって呼ばれてるんだ。ハロルはそんなすごいやつと友達なのじゃな。え、友達っていうか、俺もノードポリカか。マンタイクの騎士団の行動、フレンに問いたださなきゃな。まあノードポリカにまだいればの話だけど。私はエンテレキーヤが満月の子を疎む理由を知りたいです。だからフェローに会わないと。気になるのはわかるけど、フェローに会うくらいなら何か別の方法を探した方がいいわ。そうだな、砂漠を歩いてフェローを探すのはちっと難しそうだぜ。だったらみんなでノードポリカに向かうのはどう？エンテレケイヤに襲われた理由、それが分かればいいんでしょ？ええ、ベリスに会えば分かると思う？闘技場はエンテレケイヤと何かしらの関係があるってこと？確かにイエガーがノードポリカのエンテレケイヤがどうとか言ってたね。やつの言葉を信じるならな。まあベリウスに会いに行くのなら途中でカドスの喉笛通るわけだし、魔導少女にとっても都合いいわな。だな。じゃノードポリカを目指すか。うん、まずはマンタイクに戻ろう。パーティーは？
確かノードポリカにはパティをよく思ってない人が。平気なのじゃ。あんなのは相手にしなければいいだけなのじゃ。さっさと海に出れば問題ないのじゃ。それなら一緒に来るかのじゃ。ベリウスに会えるのは新月の夜でしたっけ。ああ、ベリウスに会うなら急がないと。新月過ぎてまた一月待たされるのはごめんだしな。ふう、やっと帰ってきた。砂漠はもうゴリゴリだわ。本当だよ。あれ、人が外に出てる。外出禁止令ってのが解かれたのかもね。キュモール。セーテはことを子孫じるよ。ふむ、ここは慎重に様子見なのじゃ。ほらほら、早く乗りな。楽しい旅に連れてってあげるんだね。私たちがいないと子供たちは。翼のある巨大な魔物を殺して死骸を持ってくればお金はやるよ。そうしたら子供ともども楽な生活が送れるんだよ。お許しください。知るか、乗れって言ってんだろ。ケミントモメ、さっさと行っちゃえ。私たちもあんな風に砂漠で放り出されたんです。どうして自分で乗っていかないのじゃ。分かってるからだろ、この砂漠が危ないって。俺たちがヤバかったみたいに。翼のある巨大な魔物ってフェローのことだよね。にしてもフェローを捕まえて何しようってんだかね。それでどうするのかしら。放っておけないのでしょ。私が。今は行かない方がいいと思うのじゃ。あのバカ、お姫様の言うことも聞きゃしねえしな。じゃあどうするんです。カロル、耳貸せ。え？できるけど道具がって、もしかして。ええ、準備はできてるわよ。やっぱりね。危なかったら助けてよ。やっぱり拾ったのか。前に落ちてたのね、使うこともあるかと思って。変なの。何なのじゃ。ともあれ、少年の活躍に期待しようじゃない。ノロ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 と下民どもはまるで亀だね。早く乗っちゃえ。キモール様、全員馬車に乗りました。じゃ、君も馬車に乗りな。え、私も。仕事が遅い者には罰を与えないとね。キュボール様、お許しを。私には妻と娘が。君が行かなきゃ、代わりに行くのは奥さんと娘さんかな。さあ出発だ。カロル。大丈夫よ、できる子よ。あの子は。おまんま。何してるんだ。馬車を準備したのは誰。馬車をどうせ。この責任は問うからね。これがガキンチョに授けた知恵ってわけね。お疲れさん。はぁ、ドキドキもんだったよ。でもこれってただの時間稼ぎじゃない。これが限度ね、
私たちには。うちらも旅の途中だからの。騎士団に表立って立てついたらカロル先生泣いちまうからな。俺たち気づかれる前に隠れた方がいいんじゃない？それじゃあ私たちは。ああ、ガキに顔見せてやんな。今回みたいにいつも助けが来ると思うなよ。はい、いろいろとありがとうございました。俺らも宿屋に隠れに行くか。